フェザータッチサイドライドビー。今日はですね、はい、はい、ゆうやに質問。今日は3月2日なんですけど、はい、もう明日締め切りの、はい、ちょっとゆうやに質問していこうということです。知ってます、この企画は。まあ一応ちょっと LINE でこんなんやってますよっていう報告があったじゃないですか、はいはい、まあそれなんで読みました。ガンバ大阪の公式に宛てにね、うん、ゆうや選手にハッシュタグをつけて、ハッシュタグをつけて質問を、うん、今その中断時期やから、うん、こういろんなことやって、うん、多分いろんな中断時期を乗り越えようということで、うんうん、オフィシャルさんがね海外ユニーカーやってるの、めちゃくちゃいいよねこれ。いいね、サポーターとつながれるし、うん、運が良かったら本人が返してくれるかもしれない。なるほど。本人が返してるんだ。そりゃそうやろ。あ、ガンバ公式だから。じゃあユウヤに質問ってね。めっちゃいいじゃんそれ。まあだからちょっと採用される確率は多分低いから、うん、相当低いよね多分。もしこのうち一人でも採用されたら、うん、まあ複数はないと思うけど、うん、もう勝ち点5で、おーマジで5くれんの。5これもダメだ。第3節自由にできなくなってくれ。いやいやいや、ゴンゴールの2人は、はい、福田選手の情報とかっていうのは割と詳しくないんじゃないですか。いや詳しくない、俺詳しくない、うんうん、だから、あら、あららそんな時にね、浜さん、うん、浜さんって浜さん初めて浜さん大浜やったなんか基本情報、基本情報だけちょっと押さえときましょう。基本情報押さえましょう、うん、20歳、お若っ、3年目の99年4月4日生まれ。99年生まれ、4月4日、あ俺誕生日近い、俺4月8日だから。もう近い近い、ヒントこれだけで親近感で、背番号は14番、14番、ね、14番の今年からね、今年から14番、去年まで違うの、去年まで違う、34、うん、これはやっぱちょっと主力に昇格したみたいな感じなんですか、14番ってか、もう14番は、うん、ナンバーの14番はもう超出世番号。そうそう。元々誰やったの？まあ、家長とか。あ、へえ。米倉もつけたから。つけてたよ。大されてる若い大学生が14番号。あ、そうなんだ。なるほどね。出身はこれは小倉。福岡。福岡。小倉市。東福岡。九州男児ね。九州福岡ね。高い水星やからね。10番つけてて。はいはいはい、東福岡で。最近なんか記事で、うん、宇佐美がインタビューされてるみたいな。あったね、なんか、うん、この友人が、うん、入ったことがなんかでかいみたいな、あ、激飛ばしてくれるみたいな、そう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 、はいはいはい、なんかこの友人結構練習中にも、うん、ダメなプレーとかに対してすごい怒ったりする、はいはいはい、そういうのあんまなかったいいみたいな、うん、でそれ福田にめちゃくちゃ小野裕二が切れたシーンがあったらしいけど、福田も福田で、いや俺間違ってないやろみたいなスタンスの顔をしてて、はいはいはい、それはそれでまたいいみたいな、ああ、いいね、ガッツにあふれてるというか、南野選手もね、リバプール行った若手の時ね、あの結構上の選手からわーってパス出さず、そう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 、そしたらね、うっさいじゃボケ、うっさいじゃボケって、まあ、言ってるだけで口でやな、サッカーファン、独身 G リーグファンが好きやる USB っていう、うん、うっさいじゃボケっていうね、そんなことUSB な、調べてもらえたら、だから趣味が、うん、寝る、まあ、寝ることが、家が好きやし、まあ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 、で趣味が寝るのに対して、はい、14番の最近の悩み、うん、寝つきが悪い。趣味が妨害されてるのに、なんか片思い。バイオリズムそれは悩むな。だから今年の目標が、うん、タイトルを取ると並んで睡眠の質を上げるっていう。1年目だから開幕スタメンで。そう言ってたよね。すごい、うん、そう。2年目は去年があんま良くなかった。これがまた J3 のベンチ外、うん、開幕戦でも先発から外れ。え？ベンチ J3 の。J3 で最後。森下監督の下で悪化の波動枠身につけた。5月の大阪ダービーで左ウィングバックの座をつかむと、バック、そう、攻守両面で左サイドを活性化っていうね。課題はゴール前のセールやったが、最終節のアウェイ浦和戦で待望の J1 初ゴール決めた、うん、ゴールだけど、これはもうサポーター歓喜の、なるほどね、胸でこうトラップしてった、めちゃくちゃ叫んだ、あ、いや、よかったよ、初ゴール、よかった、みんなの息子が決めた感じだもんね、なるほどな、全員の、なるほどな、めちゃくちゃ嬉しい、だからまあこの中でちょっとうまいこと質問を、なるほど、まあ今のもちょっとヒントにしてもらって考えるか、いいですか、はい、僕ちょっとツイッターやってないんですけど、そうだ、じゃあ
浜は、うん、イクパッパチャンネルのアカウントから。あ、公式の。なんで、ちょっと、これ書いてもらって。あ、公式。ここに。うん。オフィシャルのね。うん。イクパッパオフィシャル。あ、すごいやろ。じゃあ3人は普通に今から携帯で書いて、書けた人、まあ大喜利じゃないけど、うん、手あげようか、はい、っつって。はい。うん。もう浜なんかもろ大喜利のスタイルだって。フリーやめちゃくちゃおもろい フリーや質問はいはい、あ、じゃあ宇治原これは本当にちゃんと採用狙いでいきます、はい、相性のいいスタジアムはどこですか。あ、これありそうでないような気がする。めちゃくちゃいいかも。あ、それいいでしょ。確かに俺やったら答えるわ。でしょ。本気です。うわ8点取りに行ってるやん。それ取りに行ってるスタジアムの周りでモノマネしてるじゃあ、はい、はいはいはい、私こちらです。はい、じゃあ呼んでください。あ、僕はあれ、あのね、やっぱこれ結局周りがしてないけど、うん、アスリート的にちゃんとこう、うん、その答えを持ってるであろうっていう、うん、あの、はい、質問でございます。こちら、はい、どういうことですか。読んでください。自分の筋肉で一番かっこいいと思ってる部分はどこですか。自分の筋肉で一番かっこいいと思ってる部分はどこですか。これはアスリートあのみんなあるまあまあ筋肉ついてるあるから、で自分のお気に入りの筋肉って絶対アスリート持ってる。意外といい質問かもしれない。続きますか。あ、はいはい。じゃあ一応まあオフィシャルで、オフィシャルから、はい、聞くという前提でね。好きな男性4人組 YouTuber は誰ですか。いやだから俺らって言わないで。もうあのいっぱいいますから、男性4人組 YouTuber。 もう懇願やんそれ。それは何も言ってませんか。男性4人組の YouTuber いっぱいおもんな。いっぱいおもるわ。じゃあ、はい、あ、はい、なるほど。このままやっぱサッカーにまつわって、うん、で、あのやっぱピンポイントの質問、はい、っていうところで絶対答えてくれるんじゃないかと思う。はい、はい、こちら、うん、フランス代表カンテにマンマークされたら嫌ですか。嫌ですじゃないと。いや、分からないから俺はいけますって言うかもしれないし。はいはいはい、変わるじゃん。あの、福田選手ね、はい、弟いるんですよ。あ、そうなんだ。これみんなあんま知らなかったと思うんですけど、うんうん、弟が FC 今治ってチームにいるんですね。サッカーやってて、そう、サッカー選手で、うん、東高科の一校下でやってて、そうなんですよ。今 FC 今治なんですけど、うん、例えばこれ弟で飯食うってなった時に、うん、弟の翔選手は今治ですが、飯食うってなったら今治に行きますか、それとも来させますか。大阪に行くか今治に行くか。その力関係、弟にやばいお兄ちゃんなのか、復讐させてるタイプのお兄ちゃん、それは角度やろ。はい、はい、はい、まあ、福田選手、福岡出身やから、はい、なんかその東福岡っつっても、福岡のもうど真ん中なんですけど、うん、繁華街とかもあるし、まあ、美味しい飯屋とか聞こうと思ったんですけど、まあ、そんなの聞いても、もうね、食べログとか見たら分かることなんから、福田選手のこのお袋の味って何ですかっていう、意外とその、親思いの一面もあるんちゃうかなと思いまして。なるほど、確かにいいかも。で、今ちょっと大阪で離れて暮らしてるから、多少ホームシックになってると思うんですよ。なるほど、おかんの飯食いたいなみたいな、はいはい、思ってると思うから、これ。ああ、それはありかも、ね、それにつけ込んだ質問。いや、つけ込んだ。つけ込んだ。はい。はい。はい、はい、これも、はい、はい。チェックの、ここに何が入ってるか。わかりますか。ちょっと発表されたらまたこれ答え合わせ会も取りましょうか。え、2人いけそうだな。絶対俺あると思う。マジで。じゃあちょっと、何を質問したかもう一回ちょっと教えて。俺はだからその言ってるのに好きな、あの、相性のいいスタジアムはどこですか。ああ、なるほどね。めっちゃいい。ほんで俺は自分の筋肉で一番かっこいいと思ってる部分はどこですかと、フランス代表カンテにマンマークされたら嫌ですか。なんか一番さ、せっかくでもなんか宇治原みたいな顔してるけど、微妙やって。絶対読まないと思うけど、絶対読まないと思うよ。絶対あるんだって。筋肉どうですか。カンテもマジ関係ない。そうなの。カンテはもう誰でもいけるもん。フランス選手やから聞きたいって質
問、まあまあそっか、うん、まあ攻撃的な選手だからね、まあまあまあ、で俺はおふくろ味、好きなおふくろ味と弟飯食うってなったら今治まで行くかそれとも来させるかっていう、うん、で次は男性4人組 YouTuber 誰ですかと、チェックいやこれそれ聞けるかそれ後で入る言葉それ聞かれへんやろじゃあちょっとまあ、うん、またお楽しみということではいはい、頼む頼む、ほんま呼んでください呼んでくれ答え欲しいです